柿の松しか買ってたらね、また遅くなっちゃいました。まあでも、あとまだ発車まで1分あるし、今ちょうど入ってきたところですからね、まだ大丈夫でしょう。ちょうど急いだ方がいいけどね。教授の方が乗ってらして、あらーと思って、まあ、そんな方どうでもよく乗り換えます。こだま741号ですが、ちょっと隣のホームからね、姿を映すことにしましょう。先頃ね、のぞみ号が来てしまいましたんで、これが出るのを待ってからその姿を映せるようになるということで、この反対側にいるはずです。先にね、私も今その新幹線に乗っているわずかな時間ですが、その間にエヴァンゲリオンについてちょっとだけ調べておきました。何にも知らないで乗るというのはね、ちょっと良くないし、それで偉そうな顔して紹介するというのはエヴァンゲリオンファンの、ね、視聴者の方だっているはずですから、ちょっとあまりにもね、これは申し訳が立たないというものです。あの素人でね、今短い時間で調べたんで間違ってたら申し訳ないんですけれど、まあ、一応大枠のあらすじをご紹介させていただきたいと思います。時は西暦2000年のことだそうですけれど、とんでもない大災害クライシスが起こったんだそうで、全人口の半分が地球から消えてしまう、そんなことにまでなっていたんだそうです。そこでその後ですね、まあ、外敵となぜそこで外敵と戦うようになったのかちょっと私は調べきれなかったんですけれども、まあ、いろいろ外敵と戦うような、まあ、そんなことが必要になったというところで、14歳のなんとかシンジ君という人がね、こう選ばれたんだそうでございます。そのシンジ君はお母さんがいません。そしてその戦う選手として選ばれたのはそのシンジ君で、そのシンジ君がまあ乗り物のようなエヴァンゲリオンというエヴァンゲリオン初号機のその乗務員としていろいろ選択をされているというわけだそうです。ただそのエヴァンゲリオン自体も一応乗務員という言い方今しましたけれど、ロボットというわけではなくて、それもまた大型の人造人間、14歳の母親を亡くした男の子、そういった方が乗務員として適格なのだそうです。そのエヴァンゲリオンにそっくりなこの新幹線がこちら500系新幹線というわけで、今回このようなね、ラッピングを施され、期間限定でタイプエヴァ500系タイプエヴァと、そのような名前をもらってこのように期間限定運行しているということでございます。発車まであと2分しかないからね、急がないといけないな。でも確かにこれはちょっと雰囲気があって面白いかもしれないですね。500系特有の丸みを帯びたこの断面というのはこのエヴァンゲリオンにどこか似てるところがあるんでしょうか。思い浮かべたら何しに新幹線乗ったのか分かんないけど、先頭車両部分がなんか特徴的らしいんですね。私も知らないんですけども、もともとね、500系新幹線の8両編成となった小玉編成、その先頭車部分には運転手体験ができるそのようなものが設けられていたのは知っております。小さな子供たち向けのね、本物のパーツを使った運転手さんのような簡単な運転台ごっこができる、そういったものがあったそうです。契約社員みたいな。その他の号車は自由席。
1号車展示体験ルームには実物大コックピットやジオラマフォトスポットなどが設置され、2号車特別内装車はエヴァンゲリオンの世界観でデザインが施されています。どうぞご覧ください。なお実物大コックピット登場体験は事前の予約が必要です。この電車は全席禁煙です。タバコを吸われる方は携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りの方に迷惑とならないようご協力をお願いします。Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Hakata.さりした車内放送でしたけれど、あれはシンジ君の声なんでしょうかね。まあ、確かに乗務員ですから、乗務員から車内放送がなされるというのは、まあ、当然なことなのかもしれないけど、でもこれ一応あれですね、エヴァンゲリオンというのは人間なわけで機械ではないのだから車ではないのかもしれません。ちょっとどのように解釈すればいいのかわからないところかもしれないけれど、まあそんなね、いちいちと細かいところまで突っ込んでいては何も楽しめないものです。広告はね、割と普通なんですね。多分広告費をもらっちゃったからなのかな、わかんないけど、エヴァンゲリオンのね、なんかそういったものがここに掲示されてるのかなと思ったら、そういったことはしていないようですけれども、しかしこのデッキのところとかね、まあ、確かにキープクローズと開放を禁止して、まあ確かにその通りですからね、開けてはいけないんでしょうから、僕は確かに雰囲気があってこれもいいものです。キープアウト立ち入り禁止、まあ確かに乗務員室ですから、あそこにもね、また立ち入っていけないのはその通り。そういったね、表記がいろいろと、本物っぽくね、なされているというのもまた面白いところです。このロゴマークわからないんですが、至る所に取り付けられております。きっとエヴァンゲリオンが好きな方には、まあ皆さんね、もうこれご存知のそんな見慣れたマークなんでしょう。鉄道マニアにとって JNR のマーク、これね、誰もが知っているのと全く同じことです。このエヴァンゲリオンっていうのは相当ね、アニメの歴史の中でも役割を果たしてきたものなんだそうで、70年代のアニメといえば宇宙戦艦ヤマト、60年代だと鉄腕アトムでしょうか。そして80年代は機動戦士ガンダム、90年代はそれらに並びエヴァンゲリオンとなるようです。正直私あんまりよく知らなかったんですけれど、でもね、そんなにすごいやつなんだと、まあ、この500系タイプエヴァ、この新幹線をきっかけにアニメの歴史なんかをまた勉強してみるのもいいのかもしれません。根本的にあんま興味がないんでね、そこだけは残念なんですけど、車内でもね、皆さんカメラを持って、私だけではありません。うろうろしてるのはもう私だけではなく、皆さんも全く同一のようです。すごいな、あんなにいるよ。1両まるまる新幹線のね、展示スペースになっているようで、この先頭1号車にはどうももともと自由席があったようですけれど、今はなくなってしまったっていうことなのかな。これどうなんでしょうね、混雑時はお客様の安全確保のため全予約が、あ、なるほど、自由に入っていいんだな、なるほどね、コックピット搭乗体験のご利用には事前の予約が必要です。ああ、そうか。じゃあ先に説明しておきますけれど、このコックピットというところに多分そのシンジ君が乗り込むんでしょう。そのエヴァンゲリオンというのも人間ですから、まあ、その人造人間のエヴァンゲリオンと乗務員たるシンジ君の、その生体、体がね、ぴったりと適合するという必要があるようです。その体の相性が良いと、このエヴァンゲリオンはうまく発動するんでしょうか。車内チャイムも今鳴っておりました。多分鳴ってたと思うんだよ。もっさりした声だからよく聞こえないけれども、まあ、しかしこのね、エヴァンゲリオンのその中の多分残酷な天使のテーゼとかそういうやつですよね、いったものが流れておりました。
産物を買いたかったんですが、そんな時間はありませんでした。あ、なるほどね。この後またこれ普通の新幹線に戻りますから、そのためにね、窓を埋めないで取っておくということなんでしょう。柵が閉まります。柵の内側へお下がりください。まもなく柵が閉まります。すごいな、本当にすごいなと思います。ラッピングってのはこのぐらいね、大胆にやった方がやっぱり印象がすごいですよね。お金もかかったのかもしれないけど、見慣れた500系新幹線電車とは思えませんでした。もしうまく撮影したかったな。まあいいです、ご視聴ありがとうございました。なるほど、行きかかりまでお越しください。このため博多方面から参りました列車に80分から70分程度遅れが発生いたしております。このため列車の発車に対して